よし行くか。ねえ3歳4ヶ月、結構いいんじゃない？結構寿命いい感じにコントロールできてる。選抜大会のね嫌なとこは全部ゴーレム出てくんだよこれ確か。ねえ本当に選び尽くされてる。ねえでボラン、こいつはいいや、こいつは大したことないとは言いつつ負けたことあるからね。ちゃんとなんかね食らっちゃうからね、こう避けれない時があるから。ちゃんと242でしょ、絶対こっちの方が勝つ能力してんだけどね。力こそパワーではないけど、おっとあれね、偉いと思う。パッて避けて、基本当たんないから。で、あ、しまった、全く意味のねえことしまった、いつもの癖で。これね実は、おっとこれはまずいんじゃないか。この底力ってなってるのはダメージが 1.5 倍になるんで望ましい状態ではない、なので仕留めます。いやほんと強くなったなって思う。なんかサイコキネシスを出した時がなんか一番強くなったなって思う。でなるべくね、あのでこのクオーティーってのがね、これスエゾーとピクシーっていうね女の子のモンスターいて、まあそれと合体してるんだけど、こいつはねマジで強い。でもね回避が310あるんですよ。まあ俺ほどではないけど、で命中もあって賢さもあって、こいつあの C ランクであの一番強いかもしんない、うん、当たらなきゃ終わりだから。最高検出で66だからね、うん、今のもこれ丈夫さとライフ鍛えてるから、まああんまりそこまでだけど、うん、大体今のが当たってるのおかしいんだけど、うん、まあ、そういうとこあるから。でこれが当たったんでね、まあ、丁寧にその今のサイコキネシスを当てていけば全然勝てる相手なんで、そこはじっくりね距離をうまく取ってあの戦おうかなと。おっとモンスターファームの移動の特性らしいんだけど、モンスターファームモンスターって壁際に寄るの嫌いだから外に行きたがらないって、だから接近するのよ、こう距離取ろうとすると間合いを詰められる、詰めようとする、うん、だから一番外の技っていうのは一番使いづらいっていう。ただ吹き飛ばすと使えるんで、うん、そこは一番外の技だからある意味使いやすいんだけど、吹き飛ばせばいいんでね。サイコキネシスみたいな後ろから3番目があれが一番使いづらいんだよ。で回避91か、まあ、とっとと仕留めるのが基地なんだよなこういうやつは。さーてどうしようかな。バッと詰める、よーし、これでガッツなくなったよね敵の。あとはもうこれ 100% と言っていいくらい当たるんで、いやこれだけ見るとな余裕なんだけど、割と緊張するんだよなやっぱ。もうちょっと防御が欲しい、防御が食らった時の保険が欲しい。やっぱね度胸のある人は、はそんな当たらなきゃいいんだよっつって、そんな時間に回避上げた方がいいわみたいな感じでできるハートを持ってる人はいっぱいいるんだけど、俺はちょっとそうはできねえやっぱり。さすがにそんな根性ないよ俺には。ということで疲れたんでこいつを食わせて一個だけね、セールじゃないから、はい、あとはこいつを売ります。これはワームか、ワームの円盤石のかけら。ワームワームって言ってたらやっぱワームを見せてあげたいけどね、ちょっと画像を貼った方がいいのかな。さあここで修行にやるのはどれがいいかなってのは悩むとこなんだよな。一発回避にやっとこうかな、技を覚えなきゃいけないんで。はい、ん、奈良の大仏さん、お宅のモンスターランク C 以上になってますね。うん、でこれでね修行値3つしかなかったと思うけど C ランクになったんでね、この回避と丈夫さと力が増えるんですね。はい、なんでちょっとこの回避の修行に2回
これは最低行こうかなと思います。であとはワンチャン、まあ丈夫さをいけたらいいなっていう、感じですかね。ただ丈夫さに行くんだったらもうちょっと丈夫さ270とかそのくらいにできたらいいかなとは思うけど、なんせ会費が上がらないっていうね。これだってこれだけ見たら絶対サーカスした方がいいじゃん、金払ってこれだったら、っていうね。ちょっと修行はしかもちょっと寿命が多分縮むんで、はい、技当然覚えました。これね、何かというと、なるんだ、ふさん。はい。元気ないね。まあいいや。で、何を覚えたかというとね、このテレパシーって、まあさっきクオーティーから食らった技ですね。こいつを、手に入れました。で、どのくらい今の技が使えるかというと、正直あんま使えないんですよね。なんで、ねぎらいで香り餅、2つ食わせて、また修行に勤しもうかなと思います。で今回はちょっと修行やっちゃったんで草も食わせようかな。平和だわ休日。まあもう少しだけできそうだな、どうしよう。なんかもう一発修行にやっていいんだけど、修行にやるんだったらちょっと考えたいね。あー、カララギ、これはいいや。11月ね、11月のこの大会目指そう。次はで12月にはもうランク上げていいかもしんないな。丈夫さとライフが200あったら B ランクでも余裕で戦えるんで、あとはまあ回避賢さ伸ばしていけば、命中はね一番最後でいいから、防御が整った後でいいから、ということでちょっとまた鉱山やって。でもセール来たばっかだもん。さっきセールで修行に行ったんだよね、よくよく考えると。俺何寝ぼけたこと言ってんだ。まあちょっと時間の無駄な感はあるけど、1でも2でも増えてくれりゃいいんだよ。修行でバンと伸ばしてちょっと減らすっていうのもあるけど、寿命が縮んじゃうっていうのが本当にネックっていうね。そしてこれはなぜ細々いくのかというと、セールを狙ってるからです。どうしようかな。でもこの鉱山は本当に便利だな。なんかそろそろ成長期のお知らせ来てもいい気がするけど、なんで成長期にならないんだろうな。もうなってんのかな。えらい長いなと思うんだけど。よしよし。まあここからはね、結構ここからはっていうか、この軌道に乗るまでがゲームって感じがすんだよな。なんかここの軌道に乗っちゃうと作業結構上がるようになってきてるもんね。やめちゃね。6くらいパン上がんねえかな。上がったわ。だから命中もね、実はね地味に一進一退ってわけでもないっていう。2個いるだろ。あ、待てよ、これ次の週だもんな。俺はねちょっと考えがある。これ持ち食わすじゃん。で鉱山に行くね、あえて。なんでかっていうと命中は十分に上がってる。310を割り込まなければ OK っていう俺の精神により、これで OK で元気みたいだろう。そう、餅をね大会前に食わせる必要なんかねえんだよ。はい、じゃあとりあえずまた区切ってちょっと次大会に出そうかね。頑張ろうぜ。